でしょうか。では本日は皆様お集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます柏レイソル工房の王朝と申します。よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、明日の柏レイソル対 FC 増田ジェルビア戦に向けての会見を始めます。ではまず最初に本日の出席者をご紹介いたします。ではホームクラブの柏レイソルから、ネルシーニョ監督です。手前が大谷秀和選手です。で向かって右側、町田ゼルビア相馬直樹監督です。そして深津光太選手です。町田の皆様にはアウェーゲームの前日にもかかわらず、ご参加をいただきまして誠にありがとうございます。であの深津選手におかれましてはレイソルのホームタウンのご出身でもありますし、レイソルの在籍経験もあります。でこちらの2人ともご縁があるというふうに聞いてますので、そのあたりもお話をいただければと思います。それでは、4人より順番に、明日の試合に向けての意気込み、抱負をいただきたいと思います。それではまずネルシーニョ監督からお願いします。こんにちは。もう、お primeiro jogo da G-League da G-League em casa, né? Nós estamos vindo de um resultado fora de casa muito importante. Temos um primeiro passo e sabemos que vamos enfrentar uma equipe de qualidade, uma equipe compactada, né? E que também pensa em chegar na G1. Então, eu acho que os jogos são muito difíceis, como nós esperávamos. Sabemos que essa competição ela evoluiu muito, né? Nós tivemos a oportunidade de disputar em 10 e acompanhando vários anos aqui no futebol japonês a evolução dessa categoria. Então, eu acho que é muito importante a concentração, a nossa seriedade para conseguir também atingir os nossos objetivos. 皆さんこんにちは。本開幕戦 J2 での本開幕戦ということで、まあ、先日アウェーで非常に貴重な1勝を挙げることができたんですけども、今回町田さんという非常に質の高いチームと戦うということで、我々も今週非常にきちっと本準備をしてきたつもりです。やはり J1 とは違ってですね、今シーズン J2 で戦うということで非常に難しい試合が続くことになるかと思うんですが、しっかりと J2 戦い抜いてですね、我々の目的である目標である J1 に昇格、1年で J1 で昇格というものをきちっと果たしたいなというふうに思ってます。続いて、ゼルビア相馬監督お願いいたします。はい、まずはお集まりいただきありがとうございます。まあ、今お互いですけれども、最初のゲームを勝って、今日次のゲームが、明日のゲームを迎えることになって、なったことなんですけれども、我々は本当に、まだ J1 というところを見たことがありませんし、ただそこに向かいたいと、今年目標を定めて戦おうとしています。そういう中で、まあ、アウェー最初のゲームになるんですけれども、もう本当にまさに J1 のクラブであると思ってますし、そういう柏さんとゲームをする、そしてそのアウェーの中で多分雰囲気っていうのも柏さんにとってはホームに変えませんというふうになりますから、本当にアウェーの雰囲気になるとは思うんですけれども、そこで本当に J1 に向かうためには何をしなければいけないか、そういったものを感じさせられる明日一日になるんじゃないかなと思っています。でそこに向けて、本当に我々はチャレンジャーとして立ち向かわなければいけないと思いますし、その中で、そこに向けてですね、いい準備というものを今週してきたと思っています。そこのところの戦いに向けてですね、本当に簡単なゲームではないと思いますけれども、今我々は全てをぶつけて、なんとか
勝ち点3を持って帰れるように努力したいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。では続いて柏レイソル大谷選手、お願いします。こんにちは。開幕戦を勝利で飾りましたが、明日は、ホーム開幕戦なので、皆さんが期待する結果を自分たちの手で掴んで、今年の柏レイソルに期待するサポーターとともに喜びたいと思います。開幕戦で出た自分たちの足りなかった部分というのは、根城監督のもとミーティングなど含めて反省し修正をしてきたので、前回よりもいいゲームというか自分たちの、できることを最大限発揮したゲームをしたいというふうに思いますし、昨年町田さんが、素晴らしい成績を収めたのは十分に理解してますし、この長いシーズン非常に一試合一試合難しいというのは、選手スタッフ全てが感じ取っているので、ただそれに自分たちが屈しないよう、シーズン最後に笑ってられるような目標を達成するためにも、しっかりとしたゲームをしたいと思います。はい、ありがとうございます。ではゼルビア復活選手お願いします。こんにちは。僕たちの今年の目標は J1 昇格なんで、どのチームも J1 昇格っていうのはちょっと難しいとは思うんですけど、自信と覚悟を持って一試合一試合全力で取り組みたいと思います。で、レイソルさんも本当に素晴らしいチームなんです。素晴らしい選手もたくさんいるし、一番怖いのはサポーターとスタジアムの雰囲気だと思うので、本当に僕たちは本当にリスペクトを持つんですけど、リスペクトをしすぎないようにし、覚悟と自信を持って明日は臨みたいと思います。それでは、質疑応答に移りたいと思います。ご質問の方、社名とお名前、ご質問の対象者をおっしゃってから、ご質問いただければと思います。それではご質問ありますでしょうか。お願いします。はい、どうぞ。横浜にお返しします。第一戦の勝利を踏まえて、後世の連勝するポイントなどは何ですか。Bom, eu acho que o ponto-chave é você dar continuidade ao seu trabalho, né? Nós tivemos um resultado positivo na primeira partida, né? Mas nós temos que evoluir no nosso trabalho, que foi feito em Yamaguchi, e nós temos que melhorar para poder também conseguir um resultado positivo. Então, dentro da nossa equipe, nós já, inclusive, conversamos, né, de alguns detalhes que aconteceram em Yamaguchi que não podem acontecer nesse jogo. Então, eu acho que o planejamento tático vai ser seguido. Né? Os jogadores estão bem conscientes das suas funções, né, e procurar tirar proveito, lógico, da nossa qualidade técnica, né, e procurar impor o nosso ritmo de jogo. 気になるのはやはり今現状やってきたことを続けて継続してやっていくことだと思いますし、1試合目山口相手に勝利を収めることができて、今やってきていることを今後いかに進化させていけるか、それが一つキーになると思います。今日も選手たちにも話したんですけども、山口戦で、うまく機能しなかったディテールについてですね、戦術的な部分を含めて、選手たちがそれぞれの役割をしっかり理解してくれていると思いますので、そこを今後どう結果に結びつけていくか、戦術的な部分をどう進化させていくかというのが我々にとっては一つ大きな鍵になるんじゃないかなと思います。はい、それでは総務監督です。はい、まずは連勝という話だったんですけれども、この前勝ったからという話になると思いますが、本当にこの前はホームの、我々にとってホームの開幕、そしてリーグの開幕という話だったんですが、この試合、相手にとってはホームの開幕で、我々にとっては
まあ、2戦目という話になって、当然、レイショさんがあの気持ちのところを含めて、本当にいい充実した形で当然来ると思ってますし、我々がじゃあ、この1試合にじゃあどれぐらい集中できるか、どこかでじゃあこの番で開幕よりもその集中力がもし落ちるようなことがあれば、あのスタッフさんに喋ってしまうと思ってますし、まずは本当にこの前素晴らしい戦いの選手たちが見せてくれてますけれども、そのための準備含めて高いテンションでゲームに入れるかどうか、まずそれが一つ。そしてもう一つは、まあ、深津も先ほど言ってましたけれども、やはり、まあ、リスペクトしすぎない、そこはすごく大事です。我々が本当に失うものなく自分たちの力を先ほど言った最大限のテンションでぶつけられる、まあ、その辺にかかってくるかなと思います。はい、ありがとうございます。では続いてご質問ありますでしょうか。はい、両監督にまたお聞きしたいんですけれども、お互い相手チームの印象と、まあ、明日の試合のポイントをどこに置かれているかお願いします。Como o adversário nos estuda, nós também estudamos os adversários, né? Não só o Matida, como todos que teremos pela frente. A gente procura estudar, procura analisar os pontos fortes, os pontos principais, aonde a gente possa tirar proveito de alguns detalhes e também se precaver de alguns detalhes também. Então, eu acho que eu penso que é um jogo assim, um time que joga compactado, né? Um time que tem assim, uma bola aérea boa e que tem uma marcação muito forte. Pelo menos essas foram as impressões que eu tirei dentro dos meus estudos e alguns detalhes que ficam para a gente só, né? Nós não podemos ficar falando. Alô. 我々が対戦チームを、町田さんに限らずですね、対戦チームを分析すると同じように、まあ、相手のチームっていうのは当然ながら我々のことを分析してくるわけで、まあ、今後町田さんだけじゃなくて今後戦う対戦していくチーム全てに言えることだと思うんですけども、当然ながらストロングポイントがあればウィークポイントがあるわけで、どこをついていけるか、どのディテールを、ついていくべきかっていうのをやはり我々は頭に置いて、準備をしてきているわけですね。で、まあ、質問にありました町田さんのインパクト、印象というところに関してはですね、まあ、非常にコンパクトで、守備を行いされていて、空中性の強い選手がいると、そういうふうな印象を持ってます。で、まあ、ここで全て、について話してしまうと、試合にならないので、まあ、これぐらいさせてもらいますけれども。まあ、もう今の話と同じような思いでもちろんたくさんのことはね話していきませんけれども、やはり、まあ、ゲームの一つ一つのプレーの強度、そして実際にゲーム終わった時に勝ち点差をこう、もぎ取って帰ってきた姿、まあ、やはりそういったところを含めて強いなっていうのはね、単純にもうシンプルに。いい感じだと思うんです。で、まあ、そういう相手に、まあ、もちろん我々は、だからといって弱点はないとは思ってませんし、プラス我々が先ほども話させてもらいましたけども、リスペクトしすぎない、まあ、本当に勇気を持って戦えるかどうか、まあ、その辺は、まあ、かかってくるかなと、まあ、そういうふうに考えて戦いたいなと思ってます。ありがとうございます。では続いてご質問ありますでしょうか。栗山君です。2つあるんですけど、まず1つ目は大谷選手と岡田選手にお伺いしたいんですが、お二人は同級生で経済学者高校で、クラスにしまったお互い昔から知っていると思うんですけど、当時のことで今だから話せる何か一言とかあれば聞きたいなということと、岡
岡選手がデビューした時の2003年は名古屋の途中から練習になってたから、今だからでも言える話は特にないです。なんかある、ある、はい、今だから言える話は特にないですけど、僕は大谷のことを本当にこいつサッカー上手いのかなって思いましたね。だけど国体で一緒になった時にめちゃくちゃ上手かったでしょ。抜群に上手くてそれ以来尊敬してました。まあ、でも途中から高校にも来たので長島高校からその中でも、まあ、実際一緒にサッカーやったのは本当に部活でも言った通り国体が初めてだったし、まあ、こうやって一緒に高校生活した選手と、まあ、こんだけ長い時間経ってからこうやって試合ができるのは本当に嬉しく思いまして、まあ、言えない話しかないからそれはどっかで、はい、公表したいと思います。では赤選手、じゃあ、ベルシーニョ監督について。いや、ベルシーニョさんは、いやもう怖くて本当に最初は怖くて怖かったですけど、だけど本当に話すと優しい人で、なんか僕はその当時若手だったんですけど、本当選手一人一人のことをすごい見てくれてて、練習で本当によかったら使ってくれるなっていう頼もしい監督だったので、本当はもう少し貢献、ベルシーニョさんがいる時に貢献はしたかったんですけど、まあ、今こうしてまた、まあ、敵として、まあ、敵の監督としてやれるっていうことですごく素直に嬉しいし、まあ、成長した姿を見せたいなと思います。Cats, nós nos conhecemos em 2003, né? E nós não tivemos assim, ele não teve assim, muita oportunidade no top time, mas nós tivemos muita oportunidade no antigo satélite, né? Que tinha antigamente. Então ele realmente já, como jovem, ele demonstrava assim, uma capacidade, já uma qualidade, a bola aérea, né, cara? A bola aérea. E jogador forte, jogador maldoso, né, que chegava sempre forte. まあ、深津選手のことは、まあ、2003年先ほど話があった通り、その頃から、まあ、知っている中ではあるんですけども、当時あまりトップチームで出場する機会というのがない中で、まあ、かつてあったサテライトリーグで、まあ、出場する機会を得ていく中で徐々に頭角を現した選手で、その当時はまだ若かったんですけども、非常に空中性が強くて、まあ、プレーの中でのずる賢さだったり、まあ、技術的なクオリティというのもしっかりしていて、いい選手になるだろうなというふうには思ってました。Os treinamentos precisava sempre falar para ele calma Fucats, calma。練習中に本当にちょっと落ち着け落ち着けって言わないと止まらないような選手だったので。ありがとうございます。それでは続いてご質問ありますでしょうか。いかがでしょうか。相馬監督に伺いたいんですけど、相馬監督のベルシーニョ監督の印象というかイメージというか何かありましたら教えてください。まあ僕がまあ選手の時から監督をされてたんで、まあもちろんベリーさんの時もそうですし、多分やはりすごく強い時の印象っていうのはすごく持ってます。なんだろう、こう例えばちょっと代表監督の話とかあったりしましたよね。でその時なんかは、あ、
このネシーニョさんに選ばれたら嬉しいなってやっぱでも思わせるような監督だったっていう、まあ、そういう印象は自分の中では持ってます。で、まあ、監督としても17年の時に多分対戦させていただいてるん で、まあ、僕なんかまだ、ね、駆け出しっていうか川崎をやらせていただいた時なんですけれども、まあ、その時にもすごくやはりなんだろうな、ゲームそのゲームごとでゲームの中でも手を変えてこられて、っていうのはすごくやっぱり印象的に思ってます、まあ、そういう中で、まあ、先ほど復活が、ね、言ったような言葉じゃないですけど選手をよく見ている、まあ、そういったこともそうですし、まあ、そのチーム全体を、ね、統括するっていうかコントロールするというところも含めて、もちろん一緒に自分が間近で指導しているところっても見たことがないんですけれども、もしチャンスがあれば勉強させてもらいたいなと思うぐらいの方だと思います。まあ、そういう方がさっきも最初話しましたけれども、実際レースにまた戻ってこられて、一番大変な相手だなって正直思ってますけれども、でもまあそういう相手だからこそ、ね、打ち破るから価値があると思いますので、まあ、ぜひ、まあ、今持っているものを、ね、全部ぶつけられるようにしたいなと思います。ありがとうございます。Eu acho só, eu acho que é, o importante é, né, a gente colocar uma situação que nós somos adversários, né, dentro do campo. Né, eu acho que isso é importante. O Soma nós conhecemos já desde a época do Kashima, quando a gente jogava como Saidobaku, Hidari, né, e um jogador que demonstrou muita seriedade. E hoje a gente entende, né, olhando lá atrás, a gente entende por que hoje ele é um cantoco. Né, porque aquela seriedade que ele transmitia dentro do campo, logicamente ele está transmitindo agora como cantoco também. Então isso aí é muito bom para o futebol japonês, jogadores, atletas que tenham condições de chegar numa situação após o término da carreira como atleta, poder ajudar o futebol japonês também, fora das quatro linhas também. Isso é muito importante. 大切なのは、もちろんピッチの中ではお互い敵同士という関係で戦うわけですけども、ただ今思うとですね、相馬さんが鹿島で左サイドバックをやられた頃を思い出しても、非常に誠実で堅実なプレーをされたと。その姿がですね、思い返して、今なぜ彼が一チームの監督をやっているのか、やれているのかというのがすごく自分の中でしっくりくるなと思う部分があって、日本のサッカーにおいてもやはりこういった選手として非常に素晴らしいキャリアを積まれた方が一チームの監督としてその経験を伝えていくことができて、さらに日本のサッカーの発展に尽力していける環境があるというのは一つ日本のサッカーの非常に素晴らしい部分だなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そろそろお時間になりますので、質問もし一つ二つぐらいあるようでしたらお受けしますが、ご質問ありますでしょうか。じゃあもしよろしいようでしたら、では写真撮影に移りたいと思います。ちょっと準備をしますので少々お待ちください。お願いします。でも本当に言いたかったの話。
言えないことばっかり。言えないことしか知らないです。それは大丈夫。今多分レコーダーの皆さん回してないんで大丈夫。長い。